ヘアケアです。ヘアケアってあのもちろん髪のトリートメントとかもそうですけど、やっと最近気づいたのがシャンプー、リンス、コンディショナーもヘアケアだじゃんと思って、今まであのトリートメントとかに力を入れて、しょっちゅう美容院でスペシャルトリートメントしてもらったりとか、あの塗るトリートメントをしっかりしてたんですが、シャンプー、リンスでこんなに髪が変わるんだって初めて実感したシャンプーがあります。それがこのオージュアのイミュライズです。これ最近出たもので、あの私これの、オージュアの、黄色ずっとっていうか、まあ一回購入したんですが、すごい良かったんだけど、なんかやっぱりちょっと高くて、その毎日使うものだからこそなんかちょっと高いと躊躇しちゃってリピートできなかったんですが、すごい髪にはいいのになと思いながら、そのドラッグコスメの売ってるようなあのシャンプー使ってて、まあそれもそれで全然いいのいっぱいあるし、合えばいいんですが、私もともと毛がすごく柔らかくて傷みやすいので、なんかスキンケアとかボディケアにはこんなに投資してるのに、なんかシャンプーリンスだけあの、まあ、これでいいやみたいな、それって違うくないと思って出して、あのしっかりこれを出会ったので、今あの詰め替えを買って、ちょっと高いんですが本当にいいので使ってます。このシャンプーリンスってあのもう使うたびに髪が補修される成分が入ってるみたいで、あの本当に使えば使うほど髪が柔らかくツヤツヤになっていくのが本当に実感できるんですね。これ最初に出会ったのがあの美容院のアフロートさんで、あのヘアケアのあの座ってやるやってもらうトリートメントをした時にこれを使ってもらって、その日の仕上がりがびっくりするほど良かったので、そのまま購入しました。でこれってあのインターネットじゃ通販がほとんどしてないっていうか、もう多分してないみたいで、私も探したんですけどなかったんですね。でそれってこのオージュアさん側があの下ろすというか、美容院にあなたの美容院は置いていいですよって認めた美容院でしか置いてないらしいので、どこでも手に入るわけではなくて、あのそのオージュアの良さを理解した美容院だったりとか、そういうところで売ってるらしいので、もしそこに出会えたら買いだと思います。本当にこれで髪質変わって、私ちょっと今皆さんの目にどう映るかわからないんですが、髪綺麗だねって最近すごい言っていただけることが増えたんですけど、もともと髪全然綺麗じゃなくて、まあ、昔は染めるのが大好きだったので、あとサロンモデルやってたりしたので、あの毛先はもう切れ毛だらけだし、美容院行くとうわひどいねひどいねって言われるような髪だったんですけど、今は本当に自分でも結構好きな髪質になってきました。あの柔らかくてちょっとツヤもあって、でももっともっと綺麗になりたいなっていうのがあるので使ってます。でこれと同時に合わせて使うのがあのこのトリートメントもいいと思うんですが、このトリートメントはまだ使ったことなくて、もう昔からずっと使ってるのがこのもう有名なモロッカンオイルです。これもう使い続けてもう何年にもなるし、あの買いだめしちゃってるのでもう大好きで、なのであのこのオージュアのトリートメントはちょっとわからないんですが、こっちのトリートメントは今は使ってます。もう何がいいって本当にサラサラツヤツヤになるので、友達に紹介されてから使ったら最高だったので、これは使い続けています。よかったら使ってみてください。